ペラ公式予選で見事予選1位を獲得した選手を、直接こちらの、ステージにお呼びしちゃうスーパーフォーミュラポールポジショントライバートークをお届けしてまいります。よろしくお願いします。まず最初にポールポジションドライバーでして鋭く切り込むインタビュアーの皆さんにご登場いただきましょう。拍手でお迎えください。スーパーフォーミュラオフィシャルコメンテーターのピエール北川さんです。どうぞ。そしてオフィシャルステージ MC の三村美優さんです。よろしくお願いします。どうも皆さんこんにちは、ピエール北川です。よろしくお願いします。鋭く切り込むかどうか分かりませんけれども鋭くいじっていきたいと思いますので、ね、よろしくお願いします。よろしくお願いします。同じく、オフィシャルステージの MC の水村リアです。お願いします。なんか新鮮ですね、この組み合わせね。そうですね、ユラコが黒っていうね、ピンクじゃなくて黒でいるっていう、すごくなんか、2年前までピンクでうろうろしてた人です、私、はい、ピンクでハイテンションでヘルメットかぶってここにね、GoPro つけてた人ですよ。ちょっとイメージ変えて色変わりました。はい、今シーズン頑張ります。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあもう私からじゃあご紹介する感じですかね。はい、皆さん拍手の準備よろしいですか。いいですか。もうね、あのね、拍手がないとね、生きていけない動物です。拍手が盛り上がるとですね、関西系ですからめちゃくちゃね、気分よくね、テンションよく出てきてくれると思います。はい、それでは皆さん、全日本スーパーフォーミュラ選手権の開幕戦 SF19 の初のポールポジションデビューポールでございます。ご紹介しましょう。 TCS 中島レーシング牧野忠介選手。すいません、もう 1.5 倍の拍手でよろしくお願いします。ありがとうございます。はい、ということでどうぞおかけになってくださいね。え、牧野さん、はい、こんにちは。星野さんもですね、おいジョンっていう、あのジョン君、はい、もちろん彼に認められたら一流ですから。そうですね、そうですよ。まず名前覚えてもらって嬉しい。そう、もうバッチリ覚えてる。もう素晴らしいね。改めまして、本当にあの牧野忠介選手、デビュー戦でポールポジション快挙達成でございます。おめでとうございます。しびれたよね。いやもうね、本当私ごめんなさい、泣きました。泣いた。マジで泣きました。まだまだ今日泣くのは早いんじゃないか。もう一回やりますよ。そうですね、本当ですよ。もうやる気満々でしょ。だってもう今、そうですね、まあやる気満々なんですけど、ちょっと昨日達成感が結構すごくて。ここ達成ポイントじゃないですか。割と満足しちゃった。でもちょっとアドレナリンが多分すごくて、脱力感がすごかったんですよ、もう昨日の夜とか。ちょっと燃え尽き症候群ってやめてくださいよ。もう昨日の夜も僕ちょっとニーレと風呂行ったんですけど。またニーレ。それ噂の話だよ。はいはい、2人がどういうただならぬ関係なんじゃないかっていう。本当にちょっと疲れたなって。まだ朝起きて切り替えて、まあ今日も頑張れたらいいな。あ、そうですかね。わあ、でもリアちゃんね、はい、我々も長いことこうスーパーフォーミュラ見てますけど、す、ね、新しいシーズンで新しい車両で、はい、そしてニューヒーロー誕生って本当ですよ。どういうドラマなんだよって思っちゃったよね。しかもルーキーで開幕戦初戦でポール通ったのって初めてじゃないですか。ね、振り返るとね、なんか1900、ね、何年だっけかな。あの、そういうあれ何年、あのね、もうあの北野元さんっていう。なんかすごい昔のですね、はい、ワークスドライバーというかもう名レーサーがいらっしゃるんですけど、はい、その方がデビュー戦でポールっていう話が、なんか歴史上振り返るとあるらしいんですが、まあ、その時はでもね、その、まあ、あの北野元さんもいろいろな、まあ、カテゴリーをやってた方ですので、はい、まあ、これだけ純粋にあのトップフォーミュラでポンとこの日本にやってきてですよ、うん、でポール取っちゃうっていうのはまあ本当にあっぱれでした。僕その時生まれてないですよね。絶対全然生まれてない。全然生まれてない。俺が4歳ぐらいの時。あ、本当に1974年とかって言ったらもう多分全然ですね。全然知りません。はい、まあ、でもあのね、牧野選手といえば去年までは海外で活動していて、はい、で日本にね意を決してまた腰を据えてこっちでやるぞということでこのフル参戦になって、まあ、ここまででも自分でポール取れるっていう感触まで至るまでは何かあった、それともオフシーズンまだまだちょっとだなっていうか、どんな感触を持ちながら開幕戦にやってきたんですか。そうですね、まあ、もう皆さん多分ね、もうアレックスが速くて、もっとずっと速くて、テストの時も速くて、本当ずっと営業妨害されてたんですよ。営業妨害。もう本当に Q1、Q2 までな。いやもう本当にそこまでですよね、はい、もうオフの鈴鹿のテストもそうだし、富士もそうだし、Q2 まで行って、もうこれちょっとまずいなと思って。まあまあ確かにチームワンツーはまあそれはいいんですけど、ドライバーとしてやっぱりずっと負けてるのは良くないんで、あ、まあね、次頑張ろうと思って頑張ったら、はい、ボール取れたんですよね。すごいですね。すごいですね。
やっぱり最後はどっかにやる気スイッチを隠してたわけですよ、うんうん、やっぱり一番のライバルってやっぱチームメイトだって言いますもんね、どのレープカテゴリーでも、ね、そうですね。で特にアレックスは同い年なんで、あ本当にもうライバル、まあ、ライバルですね本当に、はい、牧野選手は、1997年生まれ、97年生まれ、今おいくつになったんでしたっけ、だから今年22になります、まだ21なんですけど、はい、本当にだからそういう意味ではまだまだ若手で本当にライバルもね、そうですね、うんうん、まあ、それこそ2例も若いですし、今年のスーパーフォーミュラ本当に若いドライバーが多いんで、新たな数が20人いてさ、25歳以下が12人いるって、若返りましたね、半分以上がもう若返りましたねそういうもう今世代のドライバーたちが、まあ、トップカテゴリーでこうやるっていうね、でもそこにはもう目の前には大きな餌がぶら下がってるわけですよ彼らは、ね、もうだってあとちょっとでスーパーのライセンスのポイント取れるぞっていうね、そういう選手もいたり、牧野選手も当然そこを狙ってるわけですし、まあそういう意味ではやっぱりね、絶対俺がって、もう 俺がだよね、みんなね、みんなそうです、本当にそうだと思います、みんなすごい貪欲にやってると思いますね、はい、昨日でもさ、ポール取ったじゃん、はい、いつ自分がポールだっていうのは分かったの、あー、気になりますね、僕が一番最後にアタック行ってて、ね、最後にゴールラインもくぐったんですけど、はい、ほんでほんで、いいですよ、いいですよ、ここは一応君のね、割とホームだと思うんですよ、西側ですもんね、ここは、はいはいはい、そうですね、ほんで鈴鹿ってここにあるじゃないですか、あのモニターみたいな、あの伝送リーダーボードってありまして、はい、あれでパーって見た時に60個バーン上行ったんですよ、バーン上行った、来たこれと思って、これは来たと思って、これはエンジンエイトからポールだーって言われて、もう僕ちょっと知ってる方いるかもしれないですけど、僕ちょっと去年の F2 勝った時に、ロシアタイムスで去年 F2 で、ね、レースを勝った時すごいちょっと言葉走ったんですけど、どんなやつだっけ、それちょっといい割とこうオラオラ系の言葉でしたよね、あの中島レーシングのラインスタンプがまたできるんですけど、はい、そこに入ってるんで、何でチェックしてください、何商売しとんですか、ね、本当にもうそれ以上に叫びすぎて、どんな風に叫んだんですか、いや多分ここじゃ言えないです、本当ですか、ドヤー言うたんですか、シャコラーボケーみたいなボケはあかんわ、もう本当に叫びすぎて終わってからちょっと喉痛くて昨日これからちょっと気をつけないとすぐにインタビューで高橋宏さんが来ますから、ね、声が出なくなっちゃうかもしれない、そう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 、いやでもね多分無線で叫んだんだろうなっていうのはね、結構あの牧野ファンの皆さんは多分ね、はい、想像してたんじゃないかと思いますけど、でもリアちゃんももうずっと予選は多分ね、もう本当に食い入るように前のめりで見てたと思いますけど、はい、牧野選手が最後刻んでった時はどんな風に、いや本当に私もここでね予想ステージっていうのがあって、はい、本当に申し訳ないんですけれど、それね意義申し立てがあるんですよ、3人でやってましたよね、あのね、俺違う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 、絶対俺違う、見たんですよ、うん、まず、まあ、アレックスが入ってるのを確認したんですよ、まず俺入ってた、64が入ってて、64が入ってて、3が入ってて、3が2人おったんだっけ、はい、ね、でカムイさんとかも入ってましたよね、はい、あ対抗とかもいろいろ入ってましたけど、65どこだと思って、はい、大変お世話になってさ、ごめんなさい、65はどこだと、もう一人あったらね、もう一枠、絶対もう一枠あったらまた違う人入っちゃう、本当に、でもそういうのも材料にしちゃうからさ、ね、でもそうやって予想をある意味期待を裏切ってくれるぐらい、でもなんかその先ほどもおっしゃってましたけれど、やっぱりチームメイトって一番大きなライバルだと思って、きっと牧野選手すごいプレッシャー感じてるんじゃないかなって心のどっかでずっと思ってたんです、はい、でそれを最後にコントロールラインを受けた時にはもう本当に本当に嬉しくって、本当に嬉しかったです、嬉しかったです、はい、フォローできたかな、いやちょっと足りないあ、ごめんなさい、すいません、でも喜びはね、やっぱりね、本当にみんな大きかったと思うし、はい、まあこれでね、やっぱり牧野選手が今度はレースでどういう風に組み立ててね、レースやってくれるのか、さっきのフリー走行振り返ってみると、はい、牧野選手は、16周ぐらい走ったんですよね、結構ね、そんな走ってました、走ってた走ってた、もうずっとで、ミディアムタイヤでずっと走ってましたね、変えずに、うん、あれソフトです、あれソフトで走って、最後ミディアムにしたんですよ、あ、そうなんだ、最後なんか、ね、最ずっとね、ラップチャートっていうか、そういうのが データが出ると、全部ミディアム表示になって、ソフトで走ってたんだ、ました、あーということはもうじゃあスタートからソフトでだいぶ逃げるんだ、痛いとこ結構突っ込まれました、どうですか調子は、これがねすごい突っ込みっていうやつです、なるほど、はいはいはい、はい、ね、一回ちょっとだいたい状況を察知しといてから、はい、あそうなんだっていう、どうですかね、まあちょっと初めてなんで、何せね
どうしたらいいかわかんないんですけど、はい、とりあえずソフトで様子見とくかっていうのが正直なところで、まあやっぱり前の方のグリッドだと蹴り出しから考えてソフトで最初は逃げたいっていうのもね、まあ、スタートもありますし定石ですよ、ね、そういうのもあるんで、まあ、トルさんもソフトかなみたいな感じ言ってましたけど、はい、ただちょっと正直まだわかんないですね、そこは。じゃあそこはあれだ、一番のライバルの横を考えながら2人でどうするっていう。そうですね、アレックスもいますし、でまた後ろに直樹さんがいるんですよね、これも。やばい、オーラ出してると思うよ、すごいビームが来ると思うよ。ナオキさんもいるし、ミラーから跳ね返ってマジっていうぐらい多分メラメラビームが来るよ。本当にすごいメンバーだと思うんですけど、すごいよね、気を抜けないレースだと思います。じゃあまあとりあえず多分ソフトだと思いますけど、スタートからバーッとまずは蹴り出して1コーナーを制してからの最初のやっぱりレースメイキングだね。そこで本当に優勝に近づけるかどうか。そうですね、まずはスタートが一番大事だと思う、うん、はい。昔ね、まあ、小暮さんっていう方が中島レーシングにいてで、ね、すごい燃料軽めにしてソフトタイヤで2ピットストップでガンガン逃げてったっていうレースがあったのよ。どう、鈴鹿ですか。鈴鹿。へえ。で理論上は多分2ピットでもめちゃくちゃ多分他よりも 1.5 秒ぐらいずつ速いタイムで予選並みに飛ばしていけばピットストップの時間は稼げるんじゃないかなと思うんだな。言うでましたね。お断りが。ちょっと疲れそうじゃないですか。フルプッシュは。いいじゃねえかよ、開けんだから行けよ。ちょっと若いんですけど。見た目が結構年いってるもんで。割とおっさんキャラだったんですよ、昔からね。まあ。そうやっぱり許可出ましたよ、やってもいいよ、許可が出ましたけど、まあ、でもやっぱり狙うのはポールトゥーウィンというねところだと思いますけど。そうですね、はい、本当に、まあ、昨日の予選終わってから多分写真見られた方もいると思うんですけど、サトルさんの顔ですよ本当に。1のボードの前で撮ったんですけど、はい、ずっと離れませんでしたね。すごい笑顔で、こうやってもたれかかって全然離れませんでしたよね。びっくりしました、本当に、はい、あの笑顔をもう一度見たいなと。本当ですね。いやもう長年のねトップフォーミュラのファンの方はそれを望んでる。9年ぶりにまずブレイクスルーしたわけですから、一つね昨日でね。そうですね、9年ぶりらしいですね、はい、小暮さんが開幕戦と第4戦だったかな、鈴鹿と茂木でポールを取って以来の年の、まあ、そのですから9年ぶり。まあだからそのまま今度は優勝まで行って。そうですね、スーパーフォーミュラの場合は監督を上げられますから表彰台に。あ、そういえばそうです。そう、GT は監督は上げないんですけど、スーパーフォーミュラの場合は監督も上げますから。じゃあそこでまた佐藤さんの笑顔を見れる。うわー、うわー、楽しい。さあということで、リアちゃんお時間が、あ、そろそろ笠原さんお時間が、はい、来たようでございますけれども、どうですか牧野さん、これだけねたくさんの皆さん今日も見に来てこられますんで、ぜひ最後力強いコメントで一言バシッと、はい、ドヤーってちょっとやってください。そうですね、まあ、まず昨日ポール取れたこと本当に嬉しいですし、まあ、今日またねちょっと違う展開になると思うんですけど、まあ、チームとしてもワンツーでスタートできますし、しっかり自分にできることを精一杯やっていい結果がついてこればいいなと思うので、応援よろしくお願いします。はい、大きな拍手よろしくお願いします。優勝を飾りましたらまた無線が飛ぶと思います。優勝風ないですもんね。このボケー言うね。優勝風なんかないですよね。GT は、ね、ないからいいよ、さっきよかったな。絶対表に出ないからよかったな。はい、ということでね、本当に素晴らしいポールポジションからの、ぜひ今日はですね優勝を見たいなと思いますんで、はい、はい、最後大きな拍手で送ってもらいましょうか。はい、はい、ということで牧野忠介選手でした。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。もうほとんどこっちの方で言ったらおかんみたいな、おかんになってるよもうね。いやでも本当やっぱりね、これだけあったかいファンの皆さんがね、きっとね牧野選手を育ててくれると思いますので、これからね、ぜひあったかい応援でですね、彼のね初優勝が到達できるかどうか、皆さん43週ですか、はい、ぜひ皆さん応援を続けていただきたいなというふうに思います。私も頑張って実況します、よろしくお願いします。お願いします。最後のステージの優勝者トークショーでね、また戻ってきて、それで無線で何を言ったか聞くトークショーにしたいね。そうか、それ言っといたらよかった ね。じゃあ帰ってきますって言うかもしれない。本当ですよ。はい、はい、はい、ありがとうございます。さてこの後のステージコンテンツは JSB1000 レース2、はい、決勝レースの模様もステージのビジョンで同時放映いたしますので、はい、ぜひお楽しみください。はい、そして牧野選手はねエンジョイホンダの方のステージでも、この後出られるということも、聞いてますんで、ぜひまた皆さん牧野ファンの皆さんそちらの方にも行っていただきたいなと思います。はい、お楽しみください。はい、ということで
いい？ミカちゃん。はい、大丈夫です。大丈夫です。大丈夫です。はい、はい、じゃあ最後皆さんに、はい、またじゃあ決勝レース楽しみましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。